はい、久保です。今日はサプライチェーンのデジタル化を実現するための安価な方法というタイトルで、ちょっと、雑談をしたいと思います。で、これ何かっていうと、元になったのは、この論文ですね。以前もビデオにちょっと撮ったんですけど、MIT のスミチ・レビとアクセンチュアのティム・アーマンが Simpler Way to Modernize Your Supply Chain というのを、ハーバードビジネスレビューに載せました。でそこでは、ERP とかロボットとか、ドローンとかね、あとデジタルツインとか、そういうのをやって、サプライチェーンの、デジタル化だよって言ってる会社が多いんだけど、それちょっと高すぎると。でもっと安い。安いって言っても、彼らは約数百万ドル、数億円かかる。っていうような方法があるよと。で、内容は、この部門間の壁を壊す。いわゆるサイロっていうのをやめましょうねって話で、3つの腰からなっていて、1番目が、コンセンサス、合意による予測からデータに基づく予測にシフトする。で2番目が、製品によらないサプライチェーンからちゃんとセグメント化した製品別のサプライチェーン。で3番目が、これ生産の方で、常識と経験と勘による S&OP からちゃんと、もう少し、アナリティクスをちゃんと進めた週ベースの最適化を入れた S&OP に変えるべきだというのが、彼らの講師です。で今回はそれにちょっと日本の、現状なんていうのを、加味して、私の意見も入れてスライドを作り直しました。で、これ理想論と現実的な取り組みって書いてあるんですけど、普通サプライチェーンのデジタル化とか言い出すと、IT のインフラですね、いわゆるハードウェアを導入して、それでデジタル化です。もしくは ERP システムも導入して、それで DX ですとか言ってる場合が多いんですけど、そうではなくて、今ある利用可能なデータっていうのを集めてきて、そのデータに基づいて需要予測をして、その需要予測ドリブンでいろんな計画を回していくというのが現実的な取り組みですという話。で、理想論だと全てのプロセスを自動化したがるですけど、そうではなくて、アナリティクスを使って、機械学習とか、深層学習とか、ね、もしくは最適化を使って、適切な自動化、人間が入った自動化をするという方が現実的。で、これはデジタルツインとか言うと、全てのサプライチェーンのパートナーで、グローバルに生産したりすると、すごい、地方ですね、別の国にあるところの、パートナーのところにセンサーを置いて、そこの温度を測ろうとかね、そんなことをやってもしょうがないんだよって話です。で、必要なことは、今あるプロセスですね。意思決定のプロセスを改良していく。基本的にはサイロを取り払って、部門別にやってるような意思決定をやめて、より回転の速い意思決定に変えていこうというのが現実的な取り組みなわけです。で、こういう、インフラ導入とかなんか始めると、当然時間はかかるし、お金はもっともっとかかる。だけど、より短期間に、実際これ、数億円かかるって書いてあるんですけど、私はもっとより安価に、もっと早く結果が出るような、この辺のプロセス改良なんていうのは、現場のその協力さえあれば、1年ぐらいでできるものだと考えています。最初、需要予測です。で、従来は会議で予測をする。予測じゃなくてみんなで合意して、予測は外れるものなんだけど、外れた時に、誰のせいでもないよねって、みんなで決めたからしょうがないよねっていうための予測ではなくて、関連するデータを収集してきて、これらの手法、いわゆる AI 手法と、まとめてあるんですけど、いわゆるマシンラーニング、ディープラーニング、ベイジャンインファレンスで、データさえ突っ込めば、これらの手法の中で一番いいものを持ってくればいいわけだから、この辺は全て基本は無料でできるようになっています。だからこれに対しても高いその予測ソフトっていうのを騙されて買わないように、たくさん無料でオープンソースのがあるので、それらを使って、大事なところはこの関連データの収集です。ここはある程度時間とお金がかかります。でこれさえちゃんとできれば、部門別にバラバラに持っているようなデータを全部集めて行えば、需要予測というのはそれほど難しくない。で大事なことは当たった当たらないではなくて、誤差を管理することなんですね。需要予測っていうと、会議室で予測とか、もしくは需要予測部門とかあったりすると、
ベテランがいるとかっていうと、当たった時だけ私の予測が当たったって大きな声で言って、外れた時は黙ってる。だからいつも当たってるように思えるんだけど、あの競馬やる予測と同じであんまり当てにならない。大事なことは誤差管理なんですね。で、予測に必要なデータについてです。で、当然内部のデータとしては、過去のデータ、売上なり出荷量なりまたは、価格なりで割引プロモーションなんていうデータも、実際は部門別で持っているので、それを集めてきて、全て、それを使うと。で、可能だったらその製品の特性もちゃんと、把握する。で、ありとあらゆるデータというのを入れた方が、例えばディープラーニングとか使う場合はデータ量は、あればあるほど当たるようになります。で、ブランドとか製品ファミリーとかっていうのも入れる。で、さらに、POS データ。POS データっていうのも、本来ならば、その売っている、小売店で売っている POS データは、実はその小売店でさえ使えない、なんていうのが今の日本の現状ではあります。その POS を握ってる会社があって、そこでデータを加工したので、買ってくれって話なんですね。これはナンセンスで、ちゃんとそのデータというのが、その会社の命なわけですから、そこを手放してはいけない。で、それをちゃんと入れて、POS データもちゃんと、膨大なデータですけど、今分析するのはそんな難しくないので、ちゃんと分析して、予測に用いるというのが重要なわけです。で、他にもその市場調査データ、これは分かってくる必要があると思うんですけど、他には、社会経済データ、GDP なり消費者物価指数なり失業率インフレ。で、Google トレンドなんてのもあって、あとは SNS での商品の評判。これは当然文字データなんですけど、文字データをディープラーニングとかでテキスト解析をして、いわゆるそのセンチメンタルアナリシスなんてするのって今簡単なので、そういう外部データ、気温、降水量、休日、今日も他社の価格なんてのも分かれば入れた方がいい。で、最近だとやっぱりそのパンデミックの情報ですね。影響する場合はきちっと入れた方がいい。で、こういうデータを合わせて、で、最新のその AI 手法に入れて予測をするっていうのが、会議室でみんなで合意するよりはマシだと思われます。で、その需要予測ができたとして、これ例はその大衆消費財メーカーを例として、どういうふうにプランニングをしていくのかという例です。で、最初にすることは、マクロ予測といって、過去のデータとかマクロデータ、外部データなどを使って、全体でのその商品の売れ行きというのを、まずは予測する。それをベースにして、小売店別、製品別、商品別の、注文の予測をする。それにはその別のデータ、プロモーションデータとか価格とかも入れる必要があるわけです。その予測した、結果をもとに、サプライチェーン の、供給の計画を行う。どの工場の、どのラインでどの製品をどれだけ作ればいいのか。それには在庫の情報ですね。拠点での在庫、工場での在庫。で、リードタイムで、それぞれの工場もしくは、拠点での、容量、キャパシティ制約なんていうのもちゃんと考慮して、サプライチェーン全体をデザインするっていうのが必要になる。で、それをもとに今度はファイナンシャル計画を立てて、その目標値と、差を見て、いわゆる KPI とかを見て、で比較してまた1に戻ると。で、こういうプロセスを、が可能になるわけです。で、次は製品のセグメンテーションの話です。セグメンテーションっていうのは、例えば、需要の大きさと、ばらつきですね。バリアビリティ。製品のばらつき。普通は変動係数という、ばらつきの度合いを平均で割り算した値。平均です。正規化してあげたいです。というのを使います。で、大きく4つに分かれてるんですけど、需要の多いものっていうのは、ばらつきが少ないもの。というのは、効率を重視した、いわゆるプッシュ型のサプライチェーンにする。で、ばらつきの多いものというのは、プル型、応答型のサプライチェーンにする。で、その間ですね、間にあるようなもの。需要もそんなに大きくなくて、ばらつきもそんなに大きくない。というものは、ハイブリッド型といって、利益、マージンが大きいものと少ないものに分けて、利益の少ないものはこっちのプッシュに近い感じ。利益の大きいものは、プルに近い形で運用するというふうに、製品ごとにセグメンテーションしましょうという話です。で、実際に、製品を細分化するときは、効率重視、これ実際のデータで、やってみたやつです。で、この丸の大きさが需要量を表していて、需要の大きいもの
っていうのは当然ばらつきが少なくなるんですね。で、こういう、まあ、こういうカーブに取ってくるわけです。で、この辺は応答型。この辺は効率重視。この間にあるのはマージンによって分けるハイブリッド型。とするわけです。より具体的には、これ ABC 分析をした結果です。で、この辺が A ランク、この辺が B ランク、この辺が C ランク。まあ、どこで区切るかっていうのは、まあ、会社によると思うんですけど、まあ、普通は、8割、1割、1割とかね、そんな感じで分ける。で、この A ランク商品はやっぱり効率重視、プッシュ型。で、この C ランク商品、まあ、C か D かっていうふうに分ける場合もあるんだけど、は応答型、プル型になる。で、この辺がハイブリッド型になると。で、具体的にサプライチェーンのどこに置くかっていうと、効率重視のものは地域倉庫に置く。それによってお客さんへのサービスを良くする。で、ばらつきの大きいものっていうのはプル型で応答型で必要に応じて倉庫に持っていく、もしくは直接お客様に持っていくというふうにする。で、ハイブリッドのものというのは利益が少ないもの、マージンが少ないものに対しては、地域倉庫に置く。大きいものは、プル型にして、工場側でもしくは併設倉庫で管理するというサプライチェーンが可能になるわけです。まあ、より詳細な在庫の配置を考える場合は、まあ、需要の相関とかも関係してくるので、そういう場合は安全在庫配置モデルというのがあるので、商品別にどこに配置すればいいのかというのを最適化することも可能です。で、応答というのはお客さんへのサービスレベルです。で、リールタイムが大きいものというのはお客様にたくさん待ってもらう、サービスが悪いもので、少ないというのはすぐに持っていけるというもので、縦軸が効率で費用がたくさんかかっているもの、費用が少ないもので、現状をこれとしたときに理想はこっちなわけですね。お客さんへのサービスも良くて費用も少ない。で、全部が全部こっちにするっていうのは無理があるので、その製品別に分けてセグメント化して、応答型のものは、リードタイムを少し遅くしてもいいから、工場側に置いて遅くしてもいいから費用を下げましょう。工場側に置くと、いわゆるリスクプーリングといって、在庫というのはまとめればまとめるほど減ると。それによって在庫費用が減るという特性を持っている。というので、それを使って、費用を減らす。ハイブリッドも同じ。で、量の多いものっていうのはプッシュ型で、今度は、その地域倉庫の方にフルトラックロードで持っていくようにして、そこで費用を減らす。で、その代わり、在庫の拠点がたくさんなるので、在庫費用が増えるんですけど、まあ、お客様へのサービスレベルですね、リールタイムは、短くなる。よく売れる商品というのは、やはりそのサービスレベルを維持する必要があるので、こっち方向に行く。というので、まあ、製品別、商品別に、サプライチェーンの改善というのはセグメント化して行うという、まあ、図です。で、最後に生産スケジューリングの方ですけど、多くの工場では、経験と勘、もしくは合意による予測の延長として、まあ、その予測をした人たちが計画も適当に作ると。で、工場に持ち込んで工場側で改善すると。そういうことが行われているんですけど、もしくは、処理的 IT、すなわち ERP とか、いわゆる APS みたいなやつで、ヒューリスティックするの、ルールで行われているって場合がほとんどだと思います。それをどうすべきかっていうと、長期の方では生産ロットサイズの最適化をする。いわゆる最適化を入れた S&OP を。で、週次で最適化をちゃんと回していく、ローリングに回していくということが望ましいことです。で、さらに短期の方ですね、6週ぐらい先までを考えたものは、サプライチェーンエクスキューション、スケジューリングの最適化を行って、日ベース、もしくは時間ベースで、最適化をする。なんかイベントがあったりすると、いわゆるリスケジューリングをする。それには単なるヒューリスティックスなスケジューリングではなくて、ある程度ちゃんとした最適化、資源の上限を考慮した最適化を行って、まあ、リスケを行うというのが必要になるわけです。で、まあ、実際に意思決定者はちゃんと KPI とか KPP、これ将来の KPI をちゃんと監視して、それに応じて適切な意思決定を行うというのが望ましい生産スケジューリングのデジタル化なわけです。で、まとめますと、日本の場合は、まあ、従来からの方法で、まあ、うまくいってた場合もあるんだけど、さすがにもうデジタル化の波に乗り遅れているところが多いかと思います。で、まあ、俗人的な従来の手法
まあ、経験と勘にこだわるべきではなくて、かといってデジタル化をしなくちゃいけないというので、まあ、宣伝を鵜呑みにして変なソフトを買ってきてそれを使って失敗するっていうのがないようにしないといけない。で、大事なことは自社に合ったものを自分たち、自社のそのサプライチェーンのことが分かっているのは当然その会社の人たちなので、その自分たちの経験と勘を元にして自分自社に合ったような手法を、まあ、自分たちで作れっていうのは難しいんですけど、まあ、最新の手法を知ってる人と協力して、導入をするというのが、まあ、適切な、サプライチェーンのデジタル化だと私は考えています。では